こんにちは everybody。 今日も楽しくですねトランペットの奏法の方をやっていきましょう。今日この動画最後まで見ていただけるとですね、まっすぐに吹けるようになります。で、割と高いレンジの高い音域のところもですねリリカルにスーッと吹けるようになると思いますんでですね、ぜひ everybody 最後まで見ちゃってくださいませです。今日はですね、前回申し上げたまっすぐに吹くところで言ったんですけど、こう頬を膨らまさないって言ったんですけど、こと一番最初のウォームアップにおいてはですね、これちょっと膨らますっていうのもですねかなり効果を発揮する感じですね。なんでかっていうとですね、膨らました時にですね割と散るっていうことがないんですよね。空気がふわふわふわっとあちゃこちゃいったりしないんですね、膨らますと。なぜかちょっとこういうことですね。で、いつもはって真空状態にしてるんですけど、これをですね一旦膨らますことでなぜかここが固定するんですよね。でもその感覚だけを残してですねトランペット吹いてほしい。まずは膨らましてみます。一度ね騙されたと思って。これ実践では膨らまさないですよ。今だけね聞いてもらってからの、うん、でみたいな感じですね。でですね、こういうあの布みたいな袋みたいなのあるんですけどね、これがね口とね思ってねください。でこう中がまあ、 頭で口がこういう感じみたいな感じ、全く同じキュッとね。でも中央に行ってるけどこうピーって開くピーって横になったりしない。全肉厚が中央みたいな感じ、牛です。牛 100% って覚えちゃってください。牛これですね。それをですね踏まえた上で一遍だけ頬を膨らましてやりますと、こうなります。からので、みたいな感じですね。その感覚っていうのはですね、ほっぺた真空の時よりこっちが固定する感じなんで、すごい分かりやすいんですよね。で、一遍そのまんまトランペットをピトッとつけてみましょう。吐き切ってからのポーンは一緒です。膨らます。そのまんまのここを残して頬を閉じちゃってください。最初頬を膨らましながらで、途中で徐々に閉じていきましょう。こういうことです。からのまあ、人によりきりなんですけど、この感覚っていうのがですね、頬を膨らました時の方が分かりやすいっていう方多数います。ヒダロリも実はそうでですね、こうなってきたので、ここにトリガー止める部分があるっていうだけのことですね。それっていうのはこういくからやっぱり作用に対して反作用が強くなる。反作用これですねが強くなる。だから固定されるんですね。からのもう一遍膨らました状態の方が分かりよいです。で閉じましょう。そのまんまエグザクトでこの感じ、牛っていうのがですね残ってますかっていうことですね。牛 100% です。覚えちゃってくださいませです。ひどろりせやけどさ、あれやな、このほっぺた膨らましながらやったらあかんっていうのはさ、よくあのボーカルコードがな潰れるからとかよく言われるけどさ、こと最初のさウォームアップだけにおいてはさ得策かもしれんな。これキュッとな 900% のなさっきの布のあの袋みたいな感じっていうのはな、掴めるのはほっぺた膨らましてるやつの方やんな。そうなんですよ。この感覚掴めるのはむしろね、あのほっぺたね膨らましてる時の方がね掴みやすいんでね、この感覚でね、そのまんまね、そのまんまほっぺたをキュッとするだけ、真空状態にしてあげるっていうだけでですね、かなり分かりよいと思うんでですね、ぜひエブバリも騙されたと思ってですね、まずは膨らます。でこのまんまやったらボーカルコード、トランペットね、あのね吹くのね、いいほっぺたの膨らまし方と悪いほっぺたの膨らました方あるんですけどね。で、まあ一番いいのはまあ
真空状態でちょっとだけ膨らむ分にはまあ大丈夫です。こんなもん。問題はここら辺まで到達してしまうと一気にアウトになる、危ないボーカルコードに引っかかってくるっていう、ここがねブチッとね切れたらね断線してしまうんでね、うん、ここのお肉とこの歯茎の奥みたいなのがちょっとセパレート離れちゃってるみたいな感じになったらちょっと黄色信号ですね。そこまで膨らまさないようにですね。まあでもウォームアップの時は大丈夫です。この感じね、うん、を閉じる。全く同じ感覚になってますかって、ここだけの先っぽだけの話ですね。全く同じになるようにね、何回も何回もね交互にねやっていただくとね、何回も何回も交互にやっていただくといいよな、うんうんうん、今日の動画良かったねと思っていただける方はどうかいいねボタンとですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。です、コメントにてね見ました言ってくれるだけでめっちゃ嬉しいですよ。で、ひだのレッジはねオンラインレッスン北海道から沖縄まで全部ですよ。 See everybody ご検討ください。でね、ひだのレッジはね群馬県の館林市というところにおるんでね、よかったらね対面レッスンねお近くの方はねぜひですよ。めっちゃ Thank you のありがちゅう。それでは最後まで聞いてくれてめっちゃ Thank you のありがちゅうのブルガチです。メルデンキューわわ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 。Do my two step.